久保さん人生って多分ね結構ねいろいろ乗り越えた数なんじゃないかなと思うんですよやっぱ乗り越えてないとなんかその思い出になり得ずなななり得ないなりいづらいっていうところですねうーんまあ思いなんかねまあ、乗り越えてなくてもまあどれだけそこに熱量をかけたかどうかじゃないですか例えば逆上がりができないとするじゃないですかで逆上がりができませんあ俺にはできないんだ終わり っていう思い出と、逆上がりはできなかったんだけども、あ、あの時先生めっちゃ頑張って一生懸命教えてくれたよなと、放課後毎回残ってなんかいろいろやってたなっていう。だから結局できなかったなみたいな。なんかその熱量ですね。そこにそえ注いだ、あの、時間は変わらないんだけど、みんな同じ24時間は生きてるんだけど、その、一瞬一瞬をどれぐらいの熱量でこうかけたのかが、 結構思い出なんじゃないかなと思います。逆に言うと熱量がどこの箇所にもな,なかったら結構薄っぺらい人生なんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。